小学校から、俺小学校すげえいい子ちゃんだったのね。本当にいい子ちゃんだったの。何回も言うけど、地域の高齢者たちとの親交を深めるために、タケノコ会というのを立ち上げましょうっつって、俺タケノコ会立ち上げたんだよ。で、なんかその、秋のね、なんかその、あるじゃん、秋に。焼き芋大会みたいなのに。近所のババアどもよ、死にかけのババアども集めて、なんていうの、焼き芋振る舞うって、俺が発案して、今も代々それが行われてんだよ、あのゴミ。最後の晩餐みたいな感じで。焼き芋食わせりゃなんとか、あいつらバカだから焼き芋食わせりゃ、好感度上がるべ、みたいな感じで。俺が発案したんだよ。それで、もう今も20年続いてんだよ。ちょっとマジで本当になんか、俺表彰されてもいいと思うんだよね。それぐらいいい子ちゃんだったの。ほんと、振動。今でも、俺ね、保育園の、先生とかに、会うと、あ、純ちゃん、大きくなったねって言われるの。いや、それぐらい、俺はだから印象の強い。だってさ、保育園なんてさ、5、6歳だよ ?5、6歳。別に地元バレてもいいよ。5、6歳だよ。なんで5、6歳の時の、俺の担任の先生から、街で会ったら声かけられるんだよ。そんぐらい、すごい真面目だったの。それが、中学校に入って、ものすごい、屈折した人間になっちゃって。屈折した人間になっちゃってさ。ね、俺はもう、敷かれたレールの上を歩かねえ、みたいな。俺はもう敷かれたレールの上を歩かねえぞ、みたいな感じになっちゃって。で、生徒会長だったいい子のうんこちゃんが、いじめを始めちゃったの、いじめ。でもそれは、自分じゃ気づかなかったの。で、みんなってさ、いじめられたことある。いじめたことある。いじめたりいじめられたことある。俺もね、自分はいじめてるつもりなかったんだけど、仲いい男の子の頭を、パレットで叩くっていう遊びを、それも俺が発案したの。いきなり、パレット、うっざーみたいな感じで、パコーみたいな。そういうのを、俺が流行らせたのね。そしたらさ、クラスの、そいつのことを、好きだったクラスの女から強烈なバッシングを受けて、ねえねえ、加藤、それっていじめだよみたいなこと言われて、それから俺がいじめられたの、女に。毎日、上履きの中に、給食のソースを入れられるっていう、いじめを受けたの。俺が一生懸命、図画工作で作った作品の、ね?なんか作品作るじゃん。図工の時間とかにさ、作品作るじゃん。それを、もうぴったり鉄の箱で溶接されて、二度と出れなくするみたいな感じのいじめを受けたわけよ。俺の作品みたいな感じで。だからそういうね、過ちを犯してしまったんだよ。俺は。中学校1年生の時に。で、それで気づいたの。いじめって良くねえなって。俺が悪いじゃん。人の頭ぶん殴るのと良くねえじゃん。しかもちょうど、その子がね、親が離婚した時に、離婚しちゃってたのね、ちょうど。で、苗字変わったの。俺は、なんで苗字変わったのかすごい知りたくて。でね、お前なんで苗字変わったのって、ずーっとしたの。え、なんで苗字変わったのって、おかしいじゃんだってって。名前を偽るなんてお前最低だぞみたいなこと言ってたのね、俺が。で、それいじめじゃん。ゴミじゃん、はっきり言って。いじめられて当然じゃん。で、俺がターゲットにされたわけよ。すごいターゲットされたの。で、もう、ひどいいじめを受けて、女子たちから、総バッシングを受けて、だから俺は女が嫌いになったんだよ。そこで女が嫌いになったの。あろうことか、その女、中3の時に俺に告白してきたからね。ふざけんなよと思って。てめえ、俺の中学校1年生の1年間返せやと思って。結局てめえ、それがね、俺の体のやつじゃねえかよと思って。その女俺告白してきたんだよ。で、お母さんが、まあ、お母さんちょっと、役職ついてるから、その女がね、23になる年にお母さんの会社入ってきて、俺がクレーム言いまくって、そいつが辞めてったって。お母さん、あいつは信じちゃいけねえみたいな。一度養子にするぐらいまで、すげえいい子だったみたいで、うちの養子にするぐらいの話になってて。で、その子俺のこと大好きなのね。ずーっと7年ぐらい俺に片思いしてて。ずーっと俺は悪口でした。お母さん、あいつに騙されただけで、あいつは俺のことをいじめた悪魔だよって。ずーっと言ってたから。変なゴミみたいな牛乳屋のせがらと結婚してたけど。最近。
牛乳屋のせがれと結婚してたよ。メール来てた。私幸せになりますって。あの、田舎だから牛育てるか、しかねえから。で、そこで、ね、出会ったわけよ、友達に。今も仲いいのはさ、あの、よっちゃんとか。まあ、よっちゃんもね、みんなさ、今さ、配信とかで見るよっちゃんってさ、いいやつじゃん。いいやつじゃない？俺も全部暴露するわ。いいやつじゃん。よっちゃんって、みんな、俺のこと最近知ったよって言ったら知らないと思うんだけど、よっちゃんっていういいやつがいるわけね。すげえ友達思いの。あいつマジで、本当に、最低の人間で、マジで。自分が、なんかね、まずよっちゃんって人を殴るのが好きだったのね。本当に。人を殴るのが好きで、友達だよ、仲いい友達が生意気だって殴ったりしたの。何おめえその生意気なこと言ってるみたいな。冗談じゃねえ殴りだよ。冗談じゃない。で、よっちゃんもいじめしてたら、標的にされて、6人ぐらいな、もう、うちのさ、番長みたいなやつがいるのね。番長。番長に囲まれて、ボッコボリぶん殴られて、そこで、よっちゃん、ひーみんなーごめんなさいーって、学校中に、とどろいたの、その声が。本当にもう、顔中腫らして。俺はちなみに、よっちゃんがボコされてるのを、あの、先生にバレないように見張ってるやつだった、俺は。たとえ友達でも、俺は、自分のために俺売ってたから。自分の職務を全うしたから。みんな来てないよ、まだつって。俺が、一番最前線で、誰にもバレないように見張ってたから。ちゃんと謝ったよ、じゃあごめん、つって。あの時助けられなくてって。俺、長いものには巻かれるから。だから俺、お姉ちゃんいたからさ、俺、お姉ちゃん2歳上なのね。2歳。2歳上でさ、すごいやんちゃな男と付き合ってたから。なんか、揉め事が起きても、俺だけは殴られねえ、みたいな。すごい、だから、そういうなんかね、人に守られて生きてきて、ぬくぬく育ったから、今のこの甘ったれた性格になっちゃったの。みんな、ちょっとさ、ウイルスソフト教えて、みたいな。ジーヤみたいなのがいたからさ。そうなんだ、お姉ちゃんに助けられてね。生きてきたんだよ、俺は。俺だけだよ、中学校でさ、先輩とかにボコられなかったの。バカどもがボコるわけ。知ってる？田舎の中学校とかってさ、ね、それ一番ムカついたのか？あのさ、第一ボタン外してたら、生意気だとかわかるじゃん。わかる？あったでしょ、みんなの中にも。学ランとかの第一ボタンをパッと外してやってると意気がってるみたいな。あったでしょ？あったよね。俺たちのもっと厳しいからね。もっと厳しいんだよ。ヘルメットの中にスポンジ入ってんじゃん。ヘルメットの中にさ、発泡スチロールみたいなの入ってんのわかる？俺チャリンコ通学だからあったのね。俺頭でけえからさ、それを抜かないと頭入んなかったの。でも、一番、学ランの第一ボタンより、キンキが、ヘルメットの中のスポンジに入れてるやつはマジクソ生意気だって、めっちゃボロボロされたんだよ。頭おかしいだろ、うちの中学校。寝て寝て、おめえ誰にお前断ってヘルメットの中に入れてたんだろみたいな感じで、みんなボッコボコ叩かれてんだよ。頭おかしくない？てめえ誰に断ってんだよみたいな感じで、番長みたいなやつがさ、朝見張ってんだよ。おめえなんでおめえヘルメットの中抜いてんだこの野郎みたいな感じで。うちの地元あったよね。そういうのあるんだよ。そういうしきたりみたいなのが。俺頭がでけえから普通にさ、ヘルメットのスポンジ抜かねえとヘルメット被れないんすよつって。で、俺お姉ちゃんいたからさ、うちの純はさ、まあ、ヘルメットの中抜いても許してよみたいな感じで。俺だけ特例で生きがってた。ヘルメ、俺ブカブカでも平気だよ。お姉ちゃん行くからつって。いいなぁ。おめえだけヘルメットの中ブカブカでいいなって。俺すげえ羨望の眼差しで見られてたんだよ。マジジュンすげえヘルメットの中身抜いてて、つって。
おめえらもや、中3だったら抜けっから安心しろよ、つって。中学校3年生になるまで、キノコ部屋みたいな。意味わかんねえでしょ。あるんだよ、そのローカルルールみたいなのが。俺すげえ、それで、先方の。なんでスポンジ抜きたがるのかっけえじゃん。ぶっかぶかなヘルメットってかっこいいな。中学生の考えることなんて、そんな感じで今思えばさ、バカじゃん。別に第一ボタンで開けなくていいじゃん。ヘルメットの中身は抜かなくていいじゃん。当時はそれが一番だったんだよ。それがオシャレだったの。俺だけ特例で、ヘルメットの中ブカブカであいつやべえみたいな。あいつすげえ、先輩から、先輩にすげえなんか大事にされてる。それで俺アピールしたね。俺だけヘルメットの中ブカブカだぜ。俺、小卒でお前12なのにヘルメットの中ブカブカなんだぜ、みたいな。それで調子に乗っちゃったんだよな。完全に。それで。ジャージの山とか撮ってるやつ、そう。ノーヘルとかマジやべえよ。ヤクザだ、はっきり言って。お前、ヘルメットの中抜かれただけでそんな怒んのに、お前ノーヘルとか完全ヤクザだと思われるよ。あいつやべえ、みたいな。地域一の悪だけしか許されてなかったね。あいつマジかっつって。ノーエルとかマジやべえなみたいな。なってたよ。俺ですら、ノーエルは許されなかったの。じゃあ、それはやめろっつって。まだお前が中学校3年生になって、この学校を仕切るようになってからやれよって言われてた。番長しか許されてなかったね。一人だけしか許されてなかった。そう、ノーエルはな。アゲハンとか超懐かしいよね。知らないでしょ、アゲハンって。なんか、カマキリの手みたいな感じでさ、やってたんだよ。ノーヘルになるまで。なんか、治安がクソ悪かったから。金ねえな、ちょっと本屋襲いに行くか、みたいな。ないでしょ、俺はそんなこと絶対、俺ほんとビビりだからそんなことしなかったんだけど。俺ちょっとさ、金ねえから本屋襲いに行くべ、みたいな感じで。しかも、その街に一個しかない本屋だよ。うちなんかほんと田舎だから、何にもないんだよ。街に一個しかない大事な本屋さんをみんなで襲撃しに行くみたいな。目指し棒被って。やべえだろ。やばくない？ほんとにそんなのあったんだよ。俺、今度、天狗ちゃんと話すわ。天狗ちゃんはもう、あいつほんとに、ヤクザだったから。天狗ちゃんとそれ話してるわ。これさ、持ってると思われるの、本当嫌なんだよね。あ、本当にあったんだって、こういうことが。布団ちゃんはね、知らないんだよ。あいつ、中学校違うから。よっちゃんと天狗ちゃんはもう、マジで、本当に、地域一の悪ガキだったからね。よっちゃんなんて、あれだ、9歳からタバコ吸ってんだよ。ねえだろ。お前らの周りでさ、9歳でタバコ吸い始めて、19でやめたやついねえだろ。そう、ありえねえだろ。普通に、俺が最初にタバコ買った時はセブンスター200円だったよって今でも言うから。おめえらよ、ガキ。俺なんか、9歳から捨てたからって。初めて買った時200円だったよって。19歳で禁煙してた。俺たちより10年先に生きてるから。だから、そのよっちゃんって友達は、もうね、卒業式だよ。そんなね、悪かった俺たちの卒業式だよ。ねえ。うわぁ、やっぱでもなんだかんだ言って、いい中学校時代だったな、みんなと別れんのやだね、みたいな。そうだね、そうだねって話するわけじゃん。で、最後にさ、ね。みんなで、海に行ってさ、なんか叫ぼうよ、みたいな。めっちゃ青春だよ。金八先生のワンシーンだよ。で、わかった、よっちゃん。よっちゃん、クラスの会長だったからね。よっちゃん。これでね、みんなの、ジュース買ってきたよ、つって。1万円渡されて、それで、おぉみんな買ってきたよーつって、タバコ3カードとかって言ってたから。おぉこれで、あれだよ、俺たちも定額にならねえから吸い込んでたよーつって。中学校卒業したと同時にあいつも、普通にどんどんタバコ吸ってたから。ああラクマイルとか一番うめえやつって。いろんなタバコ吸ってたけど、俺、あ、山田先生って言ってたんだけど、あ、山田ーつって。呼び捨てで女の先生が、あ、山田俺、9歳からタバコ吸ってたけど、やっぱ最終的にラクマイルとか一番うめえよつって。ふぅーって言ってたから、あいつ。15歳だよ。そんなことできるやついねえだろ。もうこの話はもう俺何回でもしたいね。何回でも。
結婚して3人ってなるの、だからそういう人たちも、今じゃ考えられない。だからみんな大人になったんだよね。あの人たちだからさ、学校は休まない、部活は休まないっていう、本当にだから、ね、ちょっとそういうさ、行きがってるけど、ちゃんと部活とか学校には行くみたいな。楽しかったね、でも。今思えば。戻りたくないけどね、絶対。戻りたくないけど、振り返って、喋るのはすごい。山田先生ちなみに創価学会のなんかすげえお偉いさんになってるから、今。創価学会、もう延長しねえ。今日はもう、疲れが吹き飛んだわ。ニコ生久々にやって。学会員になっちゃう、学会員に。いつの間にか、よっちゃんがいじめたせいで。だから、あれだよ。もう何回も言うけど、先生とタイマー張るのとかが流行ってたんだよ。で、俺がさ、あの、鶏っていうね、友達 A の、顔が鶏に似すぎてて、ストレートに鶏ってあだ名つけられたやつがいて、よくやるじゃん。俺野球部だったからさ、ピンポン玉、おい、鶏投げてくれっつってピンポン玉で、ピャーって投げてさ、俺が、掃除のほうきでパコーンって打って遊んだの。で、俺、それで、先生に見つかって、おい、ちょっとお前ら怖いっつって、職員室で、正座させられて怒られてたの。で、そしたらさ、ハイパー面白いくんってやつがいるんだ。ハイパー面白いくんってやつが、エアーガンのあのさ、俺今でも覚えてるよ。あの、エアーガンのさ、でっけえエアーガンをかなりこうやって担いで、あの、バトルワイヤーみたいな感じで、で、ガラガラガラって、引く、あの、横にスライドするドアなのに、バチョーンって極めてて、俺の出しに、なんてことしてくれるんだつって。やばくない？俺の出しに、なんてことしてくれるんだつって。襲撃、職員室を襲撃しに来たんだよ。俺たちを助けに。やべえだろ。そこで俺たち友情を確かめ合ってたんだ。職員室ジャック事件。ハイパー面白いくんの。で、それ以来ハイパー面白いくんはグレて、俺は学ラン記念っつって、白い竜のスウェットで来てたわ。あのプライドはなんだかわかんない。俺はお前らには染まらねえっつってさ、学校指定の学ランは記念っつって、白いさ、竜の紋章が入ったスウェットでずーっと来てたわ。包茎だったからチンチンになんかセロハンテープ巻いて。白い竜のスウェットあっただろ。呼び出されてたよ。学ラン来てよーって。中学校時代だからそういうなんかあったんだよ。多分さ、忘れてるけどさ、ほんとまだまだあるんだよ。絶対。な、学年主任に怒られて、ピッキングの道具を、図工の時になんかみんなすごいちゃんと作ってるのに、俺と鶏だけ先生に仕返しようっつって、ピッキング道具をずーっと1年間作り続けて、それでなんか恩返しに盗みに入るみたいな。夜忍び込むぞ、おいっつって。でなんかさ、あの鉄板をぐる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 って回してさ、ローラーでさ、鉄を伸ばす機械あるじゃん。あれ、俺と鶏でさ、なんでピッキングの道具を作るために、ボッコボコにしちゃうみたいな。恩返しであったんだよ。そこで培った技術をやっぱ、返したかったんだろうな。俺の実力は、こんなもんじゃねえみたいな感じで。雷魚の車買い出された、ちょ、俺でもそれ現場いなかったんだよね。雷魚の車、解体したの多分。でもあんまり俺はそれね、あの、やりすぎだと思ったね。実害をこむっちゃってるじゃん。なんかさ、殴っちゃったりして、その若気の至りみたいなのわかるけどさ、お前たちの蛮行で破産した人も、いや、でもなんかね、そんなことないよ。やっぱりね、その、見栄の張り合いみたいな、感じだったの。見栄の張り合い。だからその、本当に悪いやつあんまいなかったんだよね。本当に悪いやつは。物質放火の話して、していいの？学年一のブスが、うちの中学校の番長だったんだけど、女の番長、スケバンみたいなのがいたの。山口っていう。もう名前からしてもあるじゃん。女番長の山口ってやつがいたのね。ほんで、先生に怒られた、
先生に怒られて、ムカついて、非常階段を燃やすっていう。火事になった時に一番最初に逃げなきゃいけない出口を燃やすっていう。ものすげえ悪魔がいたの。山口。いたね。あいつはとんでもねえ悪になってんだろうな。一番生徒が死ぬ場所を燃やすみたいな感じでさ、非常階段燃やしたんだよ。俺たちを殺そうとして。サイコパスだよね。逃げ道を燃やすみたいな。でもバレてなかったけどね。山口から俺、塾が一緒だったんだよ。山口と。あれ燃やしたの私だよって。俺ゾッとしたもん。おめえかよと思って。俺だけにそっと教えてくれた。あれやったの俺だよ。私だよって。言ってたね、山口。俺のこと好きだったから、山口は。俺にこっそり。今この時まで俺は隠し持ってたけど。今度言うわ。天狗ちゃんとよっちゃんに。あの非常階段燃やしたの山口だよって。山口塾行ってたよ。ゴミだったけど。頭悪すぎたけど。根は真面目なんだよ。根は真面目。非常階段コンクリート。なんかさ、あれじゃん。扉と一体化になってるさ、ドアあるじゃん。あそこ燃やそうとしたからね。あそこ。ゴミにばっか持ててんだろ。すげえブスだよ。俺のこと好きだったのは、ババゴリアンっていう、もう学年2番目のブスと、山口っていう、女の番長の1番のブス。ブスにモテたんだよ、その時から俺は。俺の生きる道だなと思ったね。